今回は強みに気づくというお話です。強みに気づく。あなたが世界に与えることができるものに焦点を当てよ。どんなタイプの仕事にせよ、心から好きなキャリアを築くには職人マインドが不可欠である。職人マインドは、あなたは何を世界に与えることができるのかというアウトプット中心の考え方である。これに対して願望マインドは、世界はあなたに何を与えてくれるのかを重視している。大半の人の仕事へのアプローチは後者である。仕事が何を与えてくれるのかのみを考えていると、現状の自分の仕事の嫌なところが過度に目につき、慢性的な不満をもたらす。さらに、これが本当にやりたかったことかという問題に明確な結論を出すことができない。今いる場所で突き抜けろ。強みに気づいて自由に働く4つのルール。カルニューポート著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。